とうございます。はい、ありがとうございます。小論はどうでしたか？なんて書いてあるかな。文化祭さくら川橋選手の近くで応援できて嬉しかったね。本当にね、プロの皆さんも声出し応援もできて満員のね、完成品も嬉しかったですよね。さあ、パオロンはいかがですか？リルステージ、パオロンナンバーの動画がうまく作れましたね。え、上手ですよね。皆さんご存知ですか？パオロンが曲の冒頭でバイーンって音があるんですけど、その音に合わせてバイーンって一緒にやってたんだよね。皆さんってご存知だと思いますけれどもね、よかったね、パオロンね。ねえ、じゃあドアナさんはどうでしたか？もう来年のことを考えています。さすがです。ね、来シーズンもね、バンテリンドーム名古屋にたくさんの方にお越しいただけるように、ドラゴンズが1試合でも長くね、試合をやれるようにね、また来シーズンも応援もよろしくお願いします。はい、ということで、もう前を向いていきましょう。今日は